Thank you.
見たか。いや、見当たらん。もう一度町の中を探すぞ。あの明かりの数、ずいぶん人を出していやがるな。ほとぼりが冷めるまでベルカダールには近づかない方が良さそうだ。今のうちにこの先にあるナプガーナ密林に向けて医師の村へ向かうぞ。キャンプか。ちょうどいい。石の村があるあたりはまだまだ先だからな。今日はここで休んでいこうぜ。
それにしてもデクの野郎が一丁前に店なんぞ開いてるとはな。しかも町の一等地に嫁さん付きだぜ。あれで俺と盗賊やってたなんてな。お宝求めて世界中駆け回ってたのがなんだか懐かしく思えてくるぜ。ん？そういやデクとの旅の途中で見つけたあのお宝、今こそ役立ちそうだな。なあ、お前にいいものをやるよ。今までいろんなお宝を手に入れてきた俺とデク、とっておきの一品だ。その名も不思議な鍛冶台。こいつの上に素材を乗せて不思議なハンマーでカンカン叩けば、なんとびっくり、金属の剣はもちろんのこと、木のブーメランになんと布の服まで、材質を取ってあらゆる装備が作れちまうんだ。すげえだろ。汗水垂らして家事に励むのは柄じゃなくてな、あまり使ってなかったんだが、お前なら使いこなせる気がするんだ。ちなみに不思議な家事をするには作りたい装備の素材と専用のレシピブックが必要なんだ。そうだな、まずはこのレシピブックをお前にやるから、俺の話が終わったら早速作ってみる。レシピブックは町にある本棚や宝箱の中、他にも世界中のいろんな場所で手に入るから、あちこち探し回ってみろよ。
あっこんかこっこん木を切るべオーラはきこおり森の恋人はあよっちゃれよっちゃれよなに昨日直したばかりの橋が真っ二つまた一からやり直しだ誰だべやこんなひどいことするやつはじゃじゃーんそれはこの俺いたずらデビルせっかく壊した橋を直されてたまるかこれでも食らえいたずら変身ビームうん、それギョエケケケケケいたずら大成功キコリを犬にしてやったぞおいらやっぱり天才かもねさてと次はどんないたずらをしようかなうっててっててうっふふふふっとおうそういやこの宝箱は空っぽだなしめしめそれじゃあ次は宝箱の中に隠して。今の光景は一体なんだ？お前、この光る根っこに何かしたのか？マジか。このワンコロが木こりのおっさんだってのか？やれやれ牢を出てからおかしなことばかり起き上がる勇者様との旅は退屈そうにねえぜまあどのみち橋が直らなきゃ俺たちはこの森から出られないかさっきの光景が本当ならこのワンコロが橋を直せる木こりなのかもしれねえ魔物の入った宝箱を探して確かめてみないかまずは来た道を戻って怪しいところを調べてみようぜThank you.
けけけけ、来たな来たな。じゃ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 ーん、参上、俺はいたずらデビル。ほーん、でうげー、リアクションが悪いぞ。ならこれでびっくりさせてやる。いくぞー、むーんがい。くーく。おいおい、どうした、それで終わりか。もっとびっくりさせてくれよ。なんだと、生意気なやつらめ。なら今度はオイラの強さでビビらせてやる。いくぞー、わっかー、いたずらしてやる。やるぞ。マジか。